じゃあ電動キックボード使えばスカイツリーから東京タワーまで一回も降りずに行けるんじゃないか説。というのも昨今良くも悪くも話題になってるこの電動キックボード、セグウェイのナインボット社からもろたのでちょっとやっていこうと思うんですけど、この機種 D-Air は日本のノリで作られててナンバー取ってきたので公道で爆走したろかいという感じですね。もういよいよ何のチャンネルかわからんくなってきたんですけど、ものづくりの観点から言うとこの電動モビリティはもう素晴らしいもんだと思いますので、まあ気にせずやっていきましょう。でまあ走ってる感じはこんな感じで、原付ほど速くはないんですけど、チャリの延長やと考えると快適ですね。まあ一回も降りずにというのは一瞬で終わったんですけど、アクセル離すとエネルギー回収したりクルーズコントロールがついてたりして、機能もさすがセグウェイという感じですね。とか言ってる間に到着したんですけど、結構バッテリー使っちゃったんで帰りは人力で帰ります。ほなまた。